国立研究開発法人農業、食品産業技術総合研究機構は、茨城県つくば市間農台3丁目に本部を置く、農林水産省所管の国立研究開発法人。コミュニケーションネームは、農研機構。略称は、研究機構。本部と5つの地域農業研究センター、7つの研究部門、3つの重点化研究センターからなる。 一般向けの見学施設として、食と農の科学館を本部に併設し、無料公開している。2001年4月に、農林水産省に属する試験研究機関の、内農業研究センター、果樹試験場、野菜茶業試験場、家畜衛生試験場、畜産試験場、草地試験場、北海道農業試験場、東北農業試験場、北陸農業試験場、 中国農業試験場、四国農業試験場、及び九州農業試験場の合計12機関を整理統合し、農業に関する技術上の試験及び研究等を行う農業技術研究機構として発足した。2003年10月1日の特殊法人改革に伴い農林水産省所管の生物系特定産業技術研究推進機構と、 統合して、農業、生物系特定産業技術研究機構と、解消、さらに2006年4月1日、同研究機構に、農業工学研究所及び、食品総合研究所を統合するとともに、廃止された、農業者大学校の機能を受け継ぎ、農業、食品産業技術総合研究機構として、発足した。その後、2011年に事業仕分けにより、 農業者大学校が廃止され、2016年に農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、種苗管理センターと合併するとともに内部研究所が研究部門として再編され、現在の体制に至る。産業技術総合研究所の場合は、旧工業技術院において企画及び監督を行う本院と、 農業技術院参加の研究所をすべて含めて、3層圏の形にまとめ、その後、独立行政法人化した。農研機構の場合は、企画及び監督を行う機関である、農林水産技術会議、及び、同事務局をそのまま、農林水産省の機関として存知し、参加の試験研究機関のみを整理統合して、独立行政法人化した。 このためあたり法人の本部機能は独立行政法人化により新たに作られたものである。また、産総研と違い、農林水産省にあったすべての国立試験、研究機関を一つの法人にまとめているわけではない。農林水産省参加の試験研究機関に由来する独立行政法人は、当法人以外に国際農林水産業研究センターがあり、他に、 林野庁所管の森林研究、整備機構、水産庁所管の水産研究、教育機構がある。さらに、旧農業総合研究所は、農林水産省の施設等機関である、農林水産政策研究所として残されている。南北に細長く、地域ごとに特有な気候風土を有する日本の特質を踏まえ、各地域の多様な気候風土に合わせた、 農業生産技術の開発や地域に特有な農業資源を高度に活用するために5つの地域農業研究センターがある。各研究部門と重点化研究センターではそれぞれの分野での基礎的、基盤的な技術開発を行う。また、研究開発とビジネスの橋渡しを行う食農ビジネスセンター、農林水産省の競争的研究資金の分配を通じた 産官学連携を行う生物系特定産業技術研究支援センター国としての植物の品種登録や種苗管理を担う種苗管理センターを内部組織として有する平成31年蜘蛛の糸より強力なミノムシの糸をまっすぐ長く連続的に再イン糸することに成功した2019年には研究成果の対外発信を担う 農研機工業法を創刊した。2020年5月、人工知能研究用スーパーコンピューター、司法と、機構外の研究者も、分野横断的に利用できるデータベース、ナロリンクと DB の稼働を本格開始した。2016年度の再編以降の内部組織、括弧内に、旧体制での組織名称を記載する。東方人における、農業技術研究業務を担う。 略称は、政権センター、農業機械化促進業務、民間研究促進業務、基礎的研究業務を担う。ありがとうございます。